お前がごついだ。よろしくお願いします。それではお相手の方、退職開始。2段の方ですね、勝率も6割ということで結構高い方じゃないですか。鬼殺しで、早速鬼殺しができたので攻めていきましょう。でちょっと銀棒銀をしようとしたんですかね。銀上がってきた、一手損角代わり。一応攻めがつながるかちょっと微妙ですが、あ、これは7筋歩を突くことができましたね。取れば飛車なり、飛車がポロッと取れますんで、相手の方、馬を取ってきたんですが、これは攻めよりもちょっと守り重視した方が良かったんじゃないのかなと思います。これを取ると王手飛車取りが決まりました。これは飛車を取って王手になったので角も助かりました、ね、2分30秒。ただ角がこれは正直、5-4助かったかもしれないです。5-4桂と打たれるともう角を切らざるを得なかったんで、お相手の方どうするかなんですが、馬を逃げれば7-4歩が叩きの歩、この銀も取れそう、取れることになりました。でこちらはちょっと飛車が、ちょっと使えない状態なんで、今の持ち駒で何とか攻めないといけないんですが、これ王手をして金が取れますね。これは金を補充しておきましょう。入玉は多分されないですかね。2分、ただちょっと攻め駒も不足してきてるんで、この銀打ちは明らかに無駄な銀打ちをしてしまいました。ちょっと攻め上がれてるんですが、ただ、まあ、これで、まあ、入力させずになんとか攻めがつながりそうですね。逃げれば、まあ、桂打ちですかね。7-5に桂を打って攻めるなんです、まあ、あ、これはもうほぼ詰みです、ね、次はもう少し腕の立つ相手。